皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ケケというものです。今回もポケモン BW2 ランダムマッチ実況プレイを行っていきます。まあ、今回もシングルバトルをちょっと行っていきます。シングルバトルもちょっと楽しんでね、まあ、ちょっと交代交代になるか、その時の気分によっていろいろどっちにしようかなっていうのを決めていきます。で早速来ましたね、クッキーさん。相手はスイ君、ヒードラン、ドサイドン、ヨノワール、カイリュウ、ドラピオン、もガチッパ完全だ。どうしましょう、このガチッパほんまに。それでなんか、どうしよう。どうしましょう、ロトム行きます。どうしよう。エルレイド行きます。ラストは今回使えそうなのはガブリアス、ガブリアスか。まあ行きます。まあ、今回はロトム、エルレイド、ガブリアスというパーティーで行きます。では対戦よろしくお願いします。相手はどんなパーティーで来るんでしょうかね。まあ最初スイ君とかそのヨノワールやったらみんなその耐久型で来ると思うんですよね。最初はドラッピオン全然違った、もう読みが全然当たらない。もうそこんとこはこいつ毒と虫ですかね、確か。とりあえずリフレクターを貼ります。リフレクター貼らないとこいつの意味がないんでね。もうこいつは冴えてくれる。リフレクターを貼る。で、物理に強くなったから、ここで攻めてちょっとハイドロポンプを打ちます。相手はまたクロスポイズン。もうどんどん呆れてどんどん攻撃。そんな与えれないハイドロポンプが当たった。よかった。運がいい。よし、いいぞ。ダメージもだいたい通った。お、通る。かなり通るね、ダメージ。スイ君が来そうで来ない。あれ、クロスポイズンでどんどん攻める。死なないでハイドロポンプが当たる。おお、めっちゃいいやん、めっちゃ当たるやん。いいねロトム、お前冴えてるよ今日。あい、次のパーティーどんなのかな。スイ君来そう。なんかでもスイ君、あ、カイリュウどっちやろう。あ、マルスケやと思うからハイドロポンプでマルスケを潰したい。どうせマルスクのはずやこいつは。リュウマイ、これは止めなあかん。これは止めなあかん。ちょ、ボルちゃん2回やから2倍。ガブいけるかな。ここまで強くなったカイリュウを止めれるのはガブリアスしかいないはずだ。頑張ってくれ。ほんま頑張ってくれ。頼む、ほんま。頼むわ、ガブリアス。お前だけは頼むよ。リュウマイ2回待ったやつが。速さで勝てるのはお前ぐらいしかおらん。お前が勝てんかったら負けや。いけ！きっと！抜いたリュウマイ2回のカイリュウを。さすが最速ガブ。スカーフ型なんでね、もう。超速い。さすがガブリアス。速い。もう、どんどんスピード乗ってるよ。こっから問題やけど。ヒードラン来ましたね。風船で浮いている。自信が使えない。まあ、ドスゲキリンしか使えない。入れ替えない限り。どこまで削れるかな。あんま削れませんね、やっぱり。風船終わった。混乱した。入れ替えできる。で、相手は竜の波動。耐えるかな？耐えないか。あ、壁がない。でも一致じゃない。耐えたー。ロトムに入れ替え。コウさん、やったー、勝ったー。対戦ありがとうございました。もう瞬殺できましたね、もう。調子がいい。じゃあもう一試合します。かなり調子がいい、もう。シングルいいですね。
もう、できませんね。まあ、ポケモンばっかりなんで、まあ、ここで言うもなんですけど、あ、まあ、また後で言います。フェザーさん、対戦よろしくお願いします。相手はクロバット、エンペルト、デンチュラ、サタンドラ、バシャーム、エルフィ。バシャーム加速か。加速バシャームが瞬間的に来るという予想をして、ロトム ロトム、まあいいわ。ん で、相手のパーティー的に、エルレイルかな。で、ラストは、リザードンはいけんから、ガブいきます。ロトム、エルレイド、ガブリアスで、今回はいきます、今回は。どんな試合になるのかな。では、対戦よろしくお願いします。相手かなり勝ってるんでね。勝てますかね。まあ、頑張りましょう。相手は何を出す？お願い、なんかいいやつでやってくれ。バシャーも予想通り。予想通りバシャームが来ました。どうせ加速やから守るんでしょ、最初。わかりますよね。守るんでしょ、最初。わかってますよ。飛び膝蹴り一気に、嘘 嘘。初っ端加速じゃない？やんで嘘 おい、おいや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 、外れてくれ。おいやいや、加速じゃない、まさかの猛化型。おい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 、それはダメやん。ちょっと空気読んでやー、ちょっとぐらい空気読んでや。地震来ると思ったんやろ？エンペルト。あ、地震来やったらよかった。あ、風船、よかった。地震戦勝っても。全然ダメージかも。やばいぞ、これ。冷凍ビーム来るちゃうか？絶対来るよ、これ。絶対やばいよ。レッドビーム来るよ。4倍だよ。どうするの？耐えるの？耐えないの？壁は張ってない、ミスった。まさかね、加速じゃないとは思わなかったんですよ、もう。来ちゃう、3盾。やめろ、3盾はもう。ジャインファイトでも攻めていきます、どんどん。アクアジェットでぶっ飛ばしてけど、ぶっ飛ばんでっても、どうするよ、もう。バシャーも加速じゃない。インチキ、インチキ、インチキってわけでもないけど。ないわ、バシャーもやったら加速でしょ、みんな。なんで猛火の人がいるの？もう、玉持ちでめんどくさい。もう絶対加速持ちやと思ったんやけど、加速で。加速でやっちゃいましょう、的な感じでやっとると思ったんやけど。サザンドラインファイトいきます、もう一回。流星群耐えてくれるでしょう。1段階下がったとしても特防140ぐらいあるで。耐えてくれるでしょう。耐えた奇跡でもどうせ終わるわ。ここでやったとしても、まあ無理やわ。ここでやっとく。でも次、バシャーものは早いから、勝てる気がしねえ。お願いからアホやで飛び膝蹴りで思いっきり打ってくれ そんなバカはせんか。どうせ炎技で仕留めるんだよな。ジャインファイトで。電光石火中、もうなんなんこのバシャーも強。まさか騙されるとは思わなかった。
対戦ありがとうございました。あ、強い。騙されちゃいましたね。もう馬車もイコールも加速っていう決まりが出てるから、もうなんかモーカーやったら騙されるな。厳しい。じゃあちょっといろいろ言っていきます。今回はこの実況終わります。で、最近もポケモンしか実況動画を上げてないんですけど、またなんかいろいろと違う実況ができればいいなーと思っているので、まあ違う実況もやると思うので、そこのところはちゃんと見てほしいなーと思います。もっと面白い動画にできるように、ちょっと言葉もちょっといろいろ考えながら楽しく実況できるようにこれからも頑張っていきたいと思います。他の実況動画はいつ撮るかな。もう1週間後期末テストなんでね、動画が撮れるかどうかもわからないんですけど、明日から学校でもう時間があるかなと思うんですけど、まあ時間がある時にはまあどんどん撮っていきたいと思っております。まあ今回はこんだけかな。まあコメントもできれば書いてください。ちょっとゼロじゃ寂しいんでね、そういうコメント一つ一つがほんま欲しいです今。お願いします。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ではさよなら。